戦前から営業している地元の花火工場を訪ねてみました。これは皆さんもよくご存知の菊花火を作っているところです。今詰めている火薬は星と呼ばれるものです。このように丸いものは掛け星と言います。星は上空で飛び散る光を作り出す火薬で、花火の主役となるものです。打ち上げる花火によって星の形や作り方が違います。掛け星を切ってみると、芯を中心に違った火薬が何層かに固められて作られているのがわかります。芯は花火によっていろいろなものが使われます。火薬は主材である酸化剤と色と輝きの元となる材料を混ぜ合わせて作ります。元になる材料は多岐にわたり、さらにその組み合わせや酸化剤との配合比によって実に様々な色を演出することができるのです。発色の異なる火薬をまぶしては天日で乾燥させ、少しずつ太らせていきます。この時、1工程ずつの星の大きさを同じにしないと、同時に色が変化しません。10号玉に使用する星は、この作業を300回ほど繰り返さなければなりません。星を並べ終えると、割薬を詰めます。割薬は星を四方八方に飛ばし、かつ同時にすべての星に引火させるための火薬です。綿の種などを芯にして、トロ薬をまぶして作ります。水の量が大切と言います。多いと種同士がくっついてしまい、少ないと火薬が種につかないからです。なぜこのような粒状にするかというと、粉末よりはるかに酸素の供給が受けやすく、瞬時に火を回すことが可能となるからです。割薬と星の間に、薄い和紙を挟みます。これはハサミ紙と呼ばれ、打ち上げる時の力で起こる摩擦によって発火するのを防ぎます。仕上げは玉張りという作業です。昔は和紙、今はクラフト紙を用います。火薬を包み込む容器は玉皮と言います。昔は丈夫な和紙を使っていましたが、現在は基板紙というボール紙を使います。幾重にも貼り付け、強度を与えます。
かり貼り付けるため、糊は粘着力のあるものが望ましいのです。最後に釣り管をつけます。リューズといって筒の中に収めるために使います。日本の花火の最も大きな特徴は、その形がボールのような球だということです。日本の花火はその球状のために、菊花火のような割り物はまん丸く開き、どこから見ても円に見えるのです。またその構造と花火の形から、大きく次のように分類することができます。割り物、ポカモノ、昼の花火、夜の花火、一玉一玉打ち上げる単発、一本の筒から一定のリズムで打ち上げる早打ち、多くの筒を並べて連続して同時に打ち上げる連発、球場に開く伝統的な花火から個性を生かした創作花火まで、今や数えきれないほどの花火が考案されているのです。日本の花火は自他ともに世界一といわれるゆえんです。